はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダカーズ大阪東花園店さんのカーセンサーをまた見てみましょう。今日はどれを見ようかなっていうか、これですよね、フィット RS1.5リッター、 こちら見てみましょう。お、車両本体価格764,000円。こちらの車フィット2になるんですが、まだまだ根強い人気がありますよね。根強い人気の理由はこれ6速マニュアルなんですよね。今のフィット4はマニュアル設定がないということで、このフィット2とフィット3の RS はまだまだ人気があるということなんですね。ほら、赤く燃え上がる RS、 かっこよくね。いや、結構走りそうな雰囲気を醸し出してますよね。あ、内装こんな感じなんですね。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてみてくださいね。ではね、実車の方見ていきましょう。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、フィット2ですよ。フィット2のしかもね、RS、5速マニュアルのご紹介です。しかも中古販売ということで、764,000円といった感じで、結構これ、あ、年式ね、これ平成24年式で、9万1000キロ。走ってるんですけど、あ、こんなつくんですね結構つくなっていう感じですけど、早速ね、外装の方見ていきましょう。もう9万キロぐらい走ってるんですけど、それでも76万つくって、ほらこれ76万ですよ。やっぱね、人気があるんですよね。RS ね、しかも2にあえて乗りたいっていう方もまだまだいらっしゃるみたいで、本当にね、まだ人気のある車なんだなという認識を今しております。はい、どうよこれ。この白黒やっぱかっこいいっすよね。ほら、ヘッドライトがね、ちょっとブラックアウトされてるんですよね。なんか普通のフィット2はここはね、なんかシルバーだったと思うんですけど、なんかグッとね、引き締められて、かっこいいお目目してますよね。あ、上から見るとこんなんなんや、かっこええ。で、やっぱちょっとね、ちょっとくすみはどうしても否めないかな。多少このやっぱアクリルのね、くすみはありますが、RS こんなんやったんですね。こうハニカムのデザインが結構かっこよす。下回りも、そんなこすった様子はなさそうだと思います。ほら、フォグランプ完備です。タイヤはね、横浜タイヤのブルーアースですね。185の 55R16 16インチを履いております。山はまだあるよね。で、このサイドガーニッシュの、このほら、横のところついてるんで、結構車高がね、低く見えちゃいますよね。見えちゃいます。低く見えちゃいます。あ、後ろかっけえわ。これ多分ダミーやと思うけど、あ、ダミーやな。ここがね、ほら、なんか、特別感あるよね。やっぱ RS かっこええな。ここちょっとガンメタの塗装になってて、開けてみましょう。おお、広い。やっぱフィットってね、後ろ広くていいですよね。っていうか、なんかすごい爽やかな匂いする。ではね、内装を見ていきます。おお、あ、こんなシートの色してたんですね。これオレンジとグレーのツートンカラーになってますよね。では、お邪魔しますと。おお、内装はね、こんな感じです。あ、ハンドルかっけえわ。ほら。なんか、革張りのステア。やっぱ RS ってね、このオレンジが結構特徴的ですよね。なんか、エアバッグもそんなに大きくないっていう感じ。ドア周りも綺麗に清掃されてます。ナビはね、ついてないんですね。で、これ、6速マニュアル。
はいはいはい。あ、さっきね、あの普通の5速マニュアルのシフトレバーしたんですけど、それよりがっちりしてる感じです。あ、やっぱ RS のマニュアルって感じがする。カッコンカッコン入る。ではね、ちょっとエンジン、始動チェックだけさせてもらいますね。これどこにあんの？あ、そうか、ボタンがないやつや。ほら、ボタンがないやつや。鍵。久しぶりやな、この感じ。お、なんか、ええ音鳴るぞ。いやー、これ変えてないよな。あ、なんか結構いい音鳴らへん。これ純正でこんないい音鳴るんですね。ちょっとエンジンルームも見てみましょう。今ね、これボネット開けたんですけど、これ結構軽かったです。これアルミでもないよな。なんかね、あのフィット3とかに比べて結構あの小さいんですよ、このパネルが。すごい軽かったです。おー、いいね。あ、こんな感じなんや。だいぶ違う、フィット3と。 iVTEC、 いや走りそう。この時代の VTEC って結構回るんでね。なるほど、まだやっぱ根強い人気が残ってるっていうの分かりますね。いや、やっぱこの白黒フィットちゃん RS いいよね。あの結構ね、あの RS 乗る方、このほらサンセットオレンジ、これほらサンセットオレンジ、このチャージイエローもいいけどね、白ね、意外と乗ってる方少ないんで、これおすすめだと思いますよ、この色。うん、テールランプこんな感じですね。やっぱちょっとくすみ、あ、これくすみじゃないな。あ、そっか、これちょっとブラウンっぽいんや、わざとなんや。あれ？でもちょっとくすんでる？どっち？みたいな感じのテールランプです。へぇ、かっけ。ね、なんかここに、あと内装ね、ほら、なんか、エアコンの丸い液晶？こんなんついてます。あと収納がね、結構意外とフィットって多いんですよね。フィット2。764,000円、こちらね、税込みです。RS、本田カーズ大阪東花園店さんの方で販売しております。詳しくはね、下の概要欄をクリックしていただいたら、こちらの情報貼ってますので、皆さんぜひとも、チェックしてくださいね。そしてね、ついでに私のチャンネルも登録していただいたらありがたく思っております。はい、というわけで、Fit 2RS の中古販売でした。お問い合わせお待ちしております。じゃあね、バーイ。